こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、中古車という検索ワードで出品検索してみた、傷あり、汚れあり、いらない中古車も高額で売れますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、さ早速いってみましょう。はいえー、この動画では、中古車という、ね、検索ワードで商品出品調べてみました。ぜひね、まあ、お得の商品に出てますので、ぜひね、紹介させていただきます。はいえー、こちらですね、中古車とです、ね、入力してください。 ででここですね売り切れ完了ですね。はい、えー、そうしますこういった中古車とかね、まあいろんな部品ですね、が結構出てくるんですけど、まあ、例えばですね、あのいらない中古車って結構あると思うんですよね。また、軽乗車とかね。で、まあ、これを見てすごいびっくりしたんですけど、まあ日本のあの車ってなかなかねですねあの壊れないんですよ。で20年使っても壊れないように設計してまして、ちゃんと整備すればですね30年とか20年使えます。であの 例えばですね、この車なんですけど、これ、きですよね。であの実際、これ、傷がすぐんですよ。こういうんにですね、あの後ろに結構、あのこう、見ると思います。ここですね、こう、すぐんですよ。で、あのこの車なんですけど、まあ、中はですね、まあ、そこそこ綺麗ですよね。ただ、外観、結構傷入ってますこれ。ですけど、売れてるんですよ。8万28 2828円ですね。着バレーなんですけど。で まあ保証はちょっとないんですけど、軽乗車なので非常に安いですよね。なのでぜひね、あのいらない軽乗車あると思うんですよね。これはミラーなんですけど、まああのもしいらないとかね、あのディーラー通して売れないんでしたら、メルカリ出品していただければね、まあ、高く売れますよね。8000で大きいじゃないですか。8万円ですか、す8万円ですね。なのぜひね、まあ、出品していただければいいかと思います。はい LINE、はいえー、登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。えー、それではで、ね、YouTube からも一切受け付けてません。LINE ト登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。